出ています。ラミレス監督が監督として指揮を取る最後のゲームになっています。1点を追いかけるベイスターズの攻撃です。横浜スタジアム9回の裏、ゲームはいよいよ最終回に入っています。まあ、でもラミレス監督もこの監督として最後の指揮を取るゲームということになりましたけれども、もともとはねこの原監督の指揮にも憧れてというところがありましたから ね。宗井は今日はこれ41試合目の出場になりますが、打率は3割3分3厘、アウトを取っています。2アウトランナー1塁2塁でバッターボックスは宮本。ライダーに空振りです。ラミレス監督の5年間その最後の試合、バッター宮本、ワンボールワンストライクです。5時を回りまして、もう上空も暗がりが広がっています。10回に備えて三島がキャッチボールをしています。抜けましたがバックアップ入っています。セカンドランナー柴田、そしてファーストランナーダイソーで出ている大和。1点追いかけるベイスターズ9回の裏、2アウトランナー1塁2塁、バッター宮本、ドバラ入ってくるスライダー決まっています。ワンボールツーストライク。ワンボールツーストライクです。ショートがバックアップ入ったところにも投げられない。ツーアウト満塁、まだゲームは終わらせない。第1打席はショートゴロエラーで、まあ、2割9分9厘でしたけども、次の打席でヒットを打ちましたので、今3割飛んで4厘とまた3割を超えました。今日3回目の打席、12勝12敗、ベイスターズはジャイアンツと分けました。劇的な幕切れになりました、西さん。ねえ、そうですね、いや、神里よく打ちましたね、はい、まさか自分まで回ってくるとは多分思ってなかったと思うんですよ、まあ、順番的にね、はい、まあ、でもよく打ちましたね、よく勇気を出して手を出していきましたね、はい、
少し何かラミレス監督の表情にも込み上げるものが見えたような気がしました。今ジャイアンツの選手たち、監督を含めスタッフ一同がレフトスタンドを詰めかけました。ジャイアンツファンに今シーズンの声援、それに対しての感謝の意を伝えるためにフェンス際まで行った挨拶をしています。逆転打となりました。そしてラミレス監督が5年間指揮を取りましたが、一旦これでラミレス監督時代は終わって、また新たなページが綴られることになります。ここでね、西さん、やっぱりその勝つ負けるは全然違うわけですからね。いやー、すごいチームですね。そうですね、お客さんがこうやって詰めかける、はい、その理由はやっぱり野球を見てるとよくわかりますよね。そうですね、6人のファンが詰めかけました。原監督がラミレス監督に花束を渡します。ラミレス監督にとっても、原監督、監督として追い求めてきた姿ですからね。そうですね、ジャイアンツ時代とかね、ありますし、その原監督から、これはもともと予定なかったと思うんですが、サプライズで花束は原監督からの贈呈となりました。でもね、ラミレス監督が野球界から引退するわけではないですから、またどこかでユニオンを着るかもしれないですし、彼の野球人、監督としての信頼というか信用はここでやっぱりこの5年でできたと思いますので、そういう需要という面では、人気もありますしね。そうですね、今日がレギュラーシーズンの最終戦となりました。平と菅野の先発始まりました。立ち上がり平も3人でピシャリと抑えていくといういいピッチング。2回も、上位打線岡本を三振に打ち取っています。一方の菅野も、3回まで見事なピッチング、一人のランナーも出さないというワンフットピッチングを見せました。3回の裏のところですね。ここですワンバウンドしたボール、倉本を三振、そして戸柱に対して、これも圧巻でしたね。バットを砕くというような、力で持っていきました。お互いに今日は序盤3回をファーストピッチングでしたが、ゲーム動いたのは4回でした。ワンアウトから松原が浮いたスライダー、これを右中間に破りましてスリーベース。それまでね、ずっとストレートで泣きをしていて、この8球目がスライダー、大涌い向きだったんでね、西さんの解説もありました。この後坂本倒れて岡本がフォアボールで出た後にランナー1塁3塁で丸です。外低めのストレートをうまくセンターの前に落としました。これで先制点、ジャイアンツに入っています。1点です。6回は山崎康明がベイスターズマウンドに上がります。岡本も続きで増田大輝が盗塁を試みましたが、ここは素晴らしい送球を戸柱が見せました。7回ですピンチを迎えましたベイスターズ。1塁3塁石田のチェンジアップ、ウィーラーサードゴロゲッツーかと思ったところ、中井が飛んでる、これエラーになりまして1点。そしてその後若林のスクイズ、さらに1点追加で3対0とジャイアンツがリードを広げます。7回の裏ベイスターズもノーアウト1塁3塁で外、甘く入ったスライダー、レフトフェンス直撃のタイムリーツーベース。ノーアウトなおも2塁3塁、柴田が倒れた後倉本セカンドゴロの間に1点返します。3対2。またジャイアンツの方も8回の表にまたチャンスを作ります。1塁3塁、松田がセンター前うまく運びました。4点目が入ります。
8回裏でした。ノーアウト2塁で神里、デラソーからうまくこれ詰まりながら、あえて詰まらせてヒットにしたというね、そうですね、詰まることも想定して、想定して厭わずにという、これが3点目。そして9回の裏、満塁から神里、逆方向左中間を破りまして、サヨナラの逆転2点タイムリーヒット。神里はですから今日1人3打点という内容になりました。ラミレス監督、監督として、まあ、最後のゲームを劇的な勝利で飾ったというベイスターズ120試合。今日は最終戦本拠地ということで、まあ、セレモニーが行われます。監督を中心に選手たちがマウンドを囲むようにしてスタジアムに立っています。ただいまよりファイナルセレモニー2020を行います。まずはじめに今シーズンを振り返るスペシャルムービーをご覧いただきます。皆様、センターのカラービジョンにご注目ください。Thank you.
できない中で、心の中で熱い応援が届いてます。また熱い応援よろしくお願いします。今シーズンは無観客の中開幕という異例のシーズンでした。スタンドを見渡してもファンの方が誰一人といない、そんな中で野球をするのはとても寂しく感じていました。しかしたとえ無観客でもファンの皆様の応援は僕たちに届いていましたし、背中を押してくれていました。優勝することができず、期待に応えられないこの悔しさは来シーズン必ず晴らしたいと思います。そしてまたいつか満員のハマスタで勝利の喜びを皆さんと分かち合える、そんな日を楽しみに待っています。1年間応援ありがとうございました。そして来シーズンも熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、今シーズンをもちまして5年間チームの指揮を執りましたアレックス・ラミレス監督が退任されます。ここでラミレス監督の5年間をまとめた VTR をご覧いただきます。皆様センターのカラービジョンにご注目ください。Win the number one goal. We don't stop here. And my next goal is to be a manager in the future in Japan. It's a privilege. These are wonderful fans. What they've been waiting for many years, that they to win the championship. We still got a chance to make it better. Tomorrow's another day.
go 100%. Many of you say thank you, Ramichan, for these 5 years. No, thank you for these 5 years.